なんだ、あのふてくされた態度は。今や NPB の審判員で最も注目を集める人物となった白井和幸審判員ですが、今年もオープン戦で物議を醸すプレーが見られました。しかもこのプレーは一つ間違えれば大怪我につながっていたこともあり、当事者となった選手やチームのファンは肝を冷やすことに。審判としてある意味今年も目立ってしまった白井ですが、注目されたのはプレー後の態度の部分です。そこで今回の動画では物議を醸したオープン戦でのプレーを紹介しつつ、過去に白井審判が起こしてきた騒動についても触れていきます。骨折していてもおかしくなかった。オリックス義母翔と衝突した白井審判。3月3日に京セラドームで行われたオリックスと DeNA の試合でこの珍プレーが発生しました。8回表ノーアウト1塁の場面で DeNA 勝俣がショートへゴロを打ちました。ショートを守っていたオリックスの義母翔はこの打球を併殺打に仕留めようと前方に走り出しましたが、なぜか白井も同じタイミングで二塁ベース方向へ動き出しており、結果としてかなりの勢いでぶつかってしまいました。選手と審判が激突するというかなり珍しい光景でしたが、義母がその場にうずくまってしまったために球場内は騒然とします。ボールが点々としている間に一塁走者の渡来が三塁へ進塁し、打者の勝俣も一塁に到達したため、 DeNA にとってはノーアウト一三塁とチャンスが広がる結果に。うずくまっていた義母はしばらくすると立ち上がり二塁ベース付近へ向かいましたが、白井はダメージが大きいのか少し間を空けて立ち上がりました。オリックスベンチから2人の様子を伺うためにトレーナーが飛び出しましたが、なぜか白井はふてくされた表情で治療を断り元の位置へと戻っています。白井にとって不運だったのはこのふてくされた表情が SNS で拡散されてしまったこと。しかもショートゴロを取りに行った義母にわざわざぶつかりに行ったようにも見え、オリックスのファンを中心に今のなんで白井は何にも言わないの、これ勝負がかかった試合なら納得がいかない、そもそもなんであんな位置にいたのか、あと逆切れみたいなのやめてほしいと大きなバッシングが寄せられました。このプレーに関してその後両者からコメントなどはありませんでしたが、義母に大きな怪我などがなかったことが唯一の救いと言えます。試合を取材していたオリックス版の記者はベンチで戦況を見守っていた中島監督からもどうなってるんやという声が聞こえてきたようです。そりゃ審判と自分のチームの選手が接触するなんて想定していないですもんね。怪我がなかったのは本当に良かった。でもこれで開幕に間に合わないとか負傷で交代となればオリックス側も黙っていなかったと思います。審判は野球のルール上では石ころと同じですが、もし大きな事故につながっていればそれだけで話は済まなかったでしょうねと語りました。選手並みの注目を集めてしまった白井ですが、これまでいくつもの物議を醸す言動や行動を見せており、一昨年は佐々木朗希に対して激高しながら詰め寄るシーンが見られたのです。4月24日に京セラドームで行われたロッテとオリックスの一戦、2回裏2アウト1塁の場面で佐々木はバッターの足立をノーツーと追い込み、一気に勝負を決めに行きました。佐々木の渾身のストレートは159キロを記録し、松川がミットを構えた外角低め寸分の狂いもなく吸い込まれており、足立もお手上げの表情を浮かべます。ですが球審を務めていた白井の右手は上がらずボールの判定。一塁走者の杉本がこのタイミングで走塁を仕掛けており、松川のボールがそれて盗塁を許したことが分かった佐々木は不可解な判定も重なったこともあり苦笑いの表情を浮かべます。するとその時でした。なぜかこのタイミングで白井がマスクを外しおもむろにマウンドへ詰め寄っていったのです。ただならぬ気配を感じ取った松川が慌てて後を追い、土器を発しながら佐々木へ何やら言葉を発している白井を右手で制し、ミットで佐々木を動かないように止めながら2人の間に割り込みました。興奮した様子の白井球審はその松川に対しても「なんだお前は」と声を荒げ、この姿を見た他の審判員も慌てて駆け寄る事態になったのです。異様なムードを察した白井はやりすぎたと思ったのか
それ以上松川や佐々木に話しかけることなくホームへ戻りました。佐々木を落ち着かせようとサードの平沢もマウンドへ駆け寄り、ロッテの井口監督もすぐにベンチを飛び出し、もうちょっと冷静に行きましょうと白井をなだめています。実はこの白井が見せた月光には伏線があったと言われており、2回の先頭6番頓宮へ投じた外角低めの160キロのボールを白井がボールと判定した場面です。このボールも松川のミットにズバリと収まっており、佐々木は少し体をのけぞらせながら首を小さく横に振って不服の意を示し、この時も苦笑いを見せていたのです。佐々木は小さなアクションと苦笑いを浮かべただけで異議を唱えていたわけではありませんが、白井にとってはこのリアクションが異議とおぼしき行動に移ったのか、後の月光につながる引き金となりました。この白井球審の行き過ぎとも取れる行動に対してネット上は批判が殺到し、井口監督も佐々木の表情を含めたリアクションが発端だったのではと尋ねたメディアに対して、そこは審判が流すところなのでと大人の対応を求めています。この試合を解説したオリックスの OB も、佐々木はストライク、ボールに抗議をしてはならないことが分かっているので思わず苦笑いを浮かべただけなのだろう、だが白井球審からすればその笑いが自分の技術をバカにされていると感じて頭に血が上ったんだと思う。まだ佐々木が怒って文句を言った方が分かりやすかったかもしれないと語っており、審判と選手の特殊な関係性が浮き彫りになった事件といえます。白井の月光ぶりに驚いたファンも多かったはずですが、実は白井の過去を振り返ってみるとこういったトラブルを数多く引き起こしていたのです。こっちも生活かかっている、数多くの選手が怒りをあらわにする理由とは。2004年3月18日、日ハム対中日のオープン戦で日ハムのフェルナンド・セギノールに対して白井は退場処分を下しました。オープン戦で退場が宣告されることは稀で、セギノールは自信満々に141キロの直球を見送りましたが、これがストライクと判定されると白井に向かって今のはボールだよとつぶやいたのです。するとこの時も佐々木に見せたような鬼の形相で、白井はオープン戦では珍しい暴言退場を宣告。試合後セギノールは態度は良くなかったと自分の非を認めた上で、白井のストライクやボールの判定に不満を述べました。当時日ハムを率いていたのはトレイ・ヒルマン監督でしたが、試合中も退場処分に抗議し、試合後も記者に対して白井のストライクゾーンに異議を唱えています。ヒルマン監督は白井の判定に対して、あまりにもコロコロとゾーンが変わる、しかも選手が自信を持ってストライクやボールと判断したことが気に食わないのか、そういったケースでわざと逆の判定をすることが目立つと不満を漏らしました。退場処分こそ免れましたが、野村克也が白井に猛然と抗議したケースもあります。2009年4月9日の楽天対ソフトバンク戦、中村典弘がカウント 2-1 から摂津の外角低めのスライダーをファールチップし、その打球音は楽天ベンチにまで聞こえていました。ですが白井の判定はボールがチップせずに直接星のミットに収まったとして三振であるとしたのです。もちろん中村はすぐにワンバウンドしている、ファールや、音聞こえてただろうと食ってかかり、ベンチから野村監督も飛び出してきます。あまり感情を表に出すような抗議を行わない野村監督ですが、このケースでは自分の耳で打撃音を聞いていたこともあり、お前らの誤審で俺がクビになるんだぞ、俺の人生はお前らにかかっているんだと唾を飛ばしながら白井に迫りました。また白井に対してグラウンド上ではなく試合後に監督がはっきりと苦言を呈したケースも複数あります。2009年8月27日の対日ハム戦では、オリックスのタフィー・ローズが白井から退場を宣告されました。ローズは見逃し三振に倒れた8回の打席で判定に不服な様子を見せ、白井に対して何か言葉を投げかけた上、さらにこの回終了時に審判がボールを受け取るため一塁側ベンチへ近づいたところ、ベンチ内から白井に対してなおも抗議する姿を見せています。白井は退場に至った経緯を、何を言っているかわからなかったが
ベンチで下手くそという言葉が聞こえたので退場処分にしました、と説明。ですが、オリックスの大石監督は白井が一塁ベンチに近づいたことを問題視しました。試合後に大石監督は白井がローズに接近した点について、わざわざベンチの近くに来て逆挑発じゃないかな、審判が言わせてやろうという感じに見えた、淡々とさばいてほしい、感情があることはわかるが我々は喧嘩をしにグラウンドへ出てきているわけではない、と心境を打ち明けています。さらに中日、オリックス、楽天でプレーした山崎武は白井に対して、完全に俺の天敵です、あいつが球審やったら俺も頭に血が昇る、と公言しており、中でも楽天時代に受けた退場宣告については今でも許すつもりはない、と口にしました。2010年7月18日に行われた対ソフトバンク戦で、山崎は明らかなボール球を白井にストライクと判定され決行。山崎は、暴言は反省するし制裁金も払う、でもあれをストライクというのであれば俺はマイナーに行った方がいい、生活がかかっているんだし許せない、どんな気持ちでストライクの手を挙げたか聞きたい、と試合後も興奮しながら判定を振り返りました。その後、山崎は7月29日の試合でホームランを放っていますが、一塁の塁審を務めていた白井とは視線を交わさずダイヤモンドを一周し、野球をやめるまで話すことはないと思うよ、俺は根に持つタイプだからな、まあやめても話す機会ないけどな、と談話を残しています。審判への抗議といえば、昨年阪神の岡田監督が二塁上のクロスプレーをめぐって激しい抗議を行いましたが、その間に介入し事態を仲裁した平田ヘッドコーチも二軍監督時代に白井を一喝したことがありました。中日との二軍戦で阪神の坂勝彦が打席に入ると、ピッチャーが投じた球はワンバウンドに近いようなボールでした。もちろんボールのコールが行われると思いきや、球審を務めていた白井はこれをストライクと判定したのです。思わず坂もそれはないだろうと怒るでもなく失笑を浮かべると、平田二軍監督がベンチから飛び出し白井に次々と言葉を浴びせます。クソボールやないか、あんな意地になって取っちゃダメだよ、何を言ってるんですかじゃないやろ、なんやそのふてくされた態度は、テレビを見てみ、勘違いしたらあかんよ。前後の状況はわからないものの、意地になって取っちゃダメだよという言葉には、この試合で何らかの理由で公正さを欠いた判定を行っていたと思われ、平田監督はそれを指摘したように見えます。猛抗議を続ける平田監督の姿にファンからも拍手が巻き起こり、ちゃんと最後まで見ろ、審判が意地になるな、交代してもらえ、というヤジが飛び交いました。そして平田監督は最後に、選手は一生懸命やっとんのや、と坂の思いを代弁するようにしてベンチに引き上げたのです。改めて振り返ると、いくつもの問題行動を起こしている白井ですが、天敵と語る山崎は、あの人はプライドの塊みたいな人、試合じゃなければ普通なんだろうけど、一度始まってしまえば自分の判定が絶対的だと思う気持ちが強い、昔はボールをストライクと判定した審判からたけしすまんかったと謝罪されたこともありましたけど、あの人は絶対にそんなことやらんでしょうね、と語りました。いずれにしてもプレーを裁く審判の方に注目が集まる事態は異常と言えるので、今シーズンはいい意味で白井球審が目立たないように祈りたいですね。今回は白井審判とオリックス義母が衝突した事件について紹介しました。